サディーカー、皆さん乾杯。本当に日本人最大好きだよ。サディーカー、DJカー、DJさんです辛い。いろいろ事故ってる私ですって笑いすぎ。何回にかあれだ、何回にかあれだ皆さんこんにちは、サディーカーエッティです。はい、今日は大学にやってきました。1年ぶり。今日は私の大好きなハマタンちゃんと一緒に来ました。大フェスにやってきました。抽選参加できましたって。はい、あ、なんか写真撮れるところがあるよ。いかがですか？サディーカー後ろの人が撮ってるあ、エアアジアさんがあるよ。いつもお世話になっているエアアジアさん。はい、こんにちは、エアアジアさんですいつもお世話になってます。たくさん使ってます。ありがとうございますプロモーションもらいました。1000円札だって。こちら体感カルチャーさんのブースです。ミニステージがあるね。いろいろできるみたいです。はい、こんな感じでプログラムがあります。あ、いいな。タイ航空さんです。見て見て、キャンペーンやってます。タイ航空さんですあ、いいですか、ありがとう。はい、めっちゃいいですね。すごい。私できました。はい、当たりますように、当たりますように、当たりますように。うわ、すごいすごい、いかつい格好。ムエタイ。あ、すごい、お茶のいい匂いがする。なんかめっちゃブースある。なんか去年よりもブース増えた気がする。もうほんとハマタンとは久々なんです。来るのがもう学生ぶりでも調味料とかナンプラーとか売ってる。持ってる持ってる。確かにタイソースもあります。美味しいやつ。パパイヤ500円とか、トムヤムセットで500円とかです。はい、大量のコリアンダーは300円。300円だって。なんと3個で200円です。お買い得。はい、ということでタイの食材が買えるところでした。こちらマーケットです。ちょっと高いですけど食べたいのも6枚。美味しそう。はい、マンゴー売ってます。待って、大好きなマンゴーシチンだ。ドリアンもある。ドリアンは、1キロあたり3000円だって。ドリアンお値段はかなりお強気でございます。目の前には今 DJ さんがおりますDJ さん来ました。お疲れ様です。回してます。回してます。いいですか？サリカー、DJ カー。DJ さんです。この前はありがとうございました。なんか YouTuber らしいよね。もうアドリブで来る感じ。何もなく突撃。対応できる、対応できる。ありがとうございます。どう日本？日本涼しいです。いや、めっちゃお似合いですね。いい感じです。なんだかんだこれ着るの初めてです。そう、初めて。でも目立つ、目立つ。目立ちます、目立ちます。いい感じです。目立てりゃオッケー。あ、オッケー、オッケー、オッケー。またね、タイでどうぞよろしくお願いします。また行きます。またタイ行ったらね、辛いの食わせる。あ、ファンの皆さんごめんなさい。でもまた食べてもらいますので、ぜひ僕の動画を見に来てください。はい、ぜひご覧ください。ありがとうございます。あ、美味しそう。美味しそうな、美味しそう。タイのお米だって。すごい人気だ。めっちゃ人気。袋で5個ぐらい、5、6個で1000円だ。なんということでしょう。1箱6000円、4つで2200円。待って待って、やばいやばい。私前まで1キロ50バーツとかで食べてたから、ちょっとちょっと待って、なんで持ち込みができないんでしょうか。食べたいけど食べたいマンゴーはね3個でね2000円がベースです。前まで3個で1000円だったのにお高くなった。値上げです。はい、はい、ここのねタイフェスはスポンサーブースとあといろんな食材ブースとあと食べ物ブースがあります。ステージもあるんですよ。でステージ大人気で毎年そうもう早めになんか行ったりしないと見れないとかいう噂なので皆さんステージはチェックしてください。で今10時45分なんですけれどもまだ開始して1時間も経ってないのに、ね、すごい人でハマタンはびっくりしております。こんなに人が多いなすごいねってはい言っていますはいじゃあ今からご飯行こう。あまだ空いてるよ。いけるいける。おいスパイチャンビールです。メコンのタイスピリッツです。あー待って私もスパイにしようかな。スパイだはいなので2回9以上ね。はい9以上ちょっと待ってしょぼすぎ。ハマタンどうぞでしょぼいじゃあ大好きなスパイで乾杯。甘くて美味しい。てかこんなに種類あるんだね。知らなかった。皆さんは知ってました？私スパイ3種類ぐらいしか知らなかったけどめっちゃあった。すごくない？1本写真撮ればもう1本プレゼントだってもらうしかないじゃん。あいいじゃん。えめっちゃいいの投稿してる。私も投稿しよう。なんかご飯買う？ハマタン食べたいの。はいご飯いっぱい。あっちもある。行ってみる。めっちゃタイ料理あるやん。カイタオとかもあるはい揚げバナナだって。ここすごい人気なんだけどほらめっちゃ行列できてる。すごいハマタンが食べたいヤムンセンはもうはるか彼方後ろまで並んでいました。マジで列やばい。すごいどうしよう持ってくの忘れたはい、私たちはお肉がすごい食べたいんです。すごいやっぱりやばくない？まださ開始1時間くらいなのにさマジで人がやばい。ガイアン2本で500円、ムーピン2本で500円です。美味しそう。いい香り。この飲み物じゃない？買いました。ムーピンです。いただきます。ハマタンはガイヤーぼんじりぼんじりだってわかんない。いただきます。うまっうんふんアロエマーかロティやんじゃん。どこにクリスピーって書いてある。本当かなあ。タイに帰りたい。無理もう無理。ホームシック。タイに帰りたい。タイに帰りたい。無理。タイに帰りたい。タイに帰りたいドリンクは1杯だいたい500円ぐらいだから100バーツぐらい。ちょっとお高めだけどね日本だと普通なのよこれぐらいが。これじゃあ全く足りるわけないのにハマタンが「えタンこれで足りる？」って足りないよ。肉1本じゃ足りません。ロティーグロップ美味しいかな。それがロティーなんかはいはいあ、美味しそう。あ、カップンカー。あ、かわいい。カップンカー。はい、ありがとうございます。イエーイ。甘くないロティだ、これは。わかんないかも。待って、何それ。はい。どう、パリパリ。あれ、反応が違う。じゃあ、私も。食べれます。いただきます。ちょっとわかんないちょっと頼んだやつはちょっと違ったみたい。なんかちょっと違った悲しい。みんな聞いて落としちゃった爆笑。ついてる？見えないついてるのかな。ついてるかな。ついてる口についてる。なんかいろいろついてる。あほほほほ。なんで笑いすぎでしょ。ねまだ11時だよだって。はい。飲みました。ハマタンはあれゴミ入ってなかった？飲んだの？ゴミも飲んだの。本当にねすごい人でねやばいの。皆さん伝わります？この大人気。はい、シーハーミールです。ありがとうございます。でじゃーん、シーハー手に入れました。あ、また。携帯さ、あ、置いてっちゃった。ごめん。じゃ、応用できないじゃん。あ、ごめん。なんだけど。すいません。2個もらったこれピヨピヨ。お揃いつけよう。私たちはガパオとタタタタタタヤムンセンとタタタタタピンハービールを手に入れました。あ、一応これあるよ。お手拭きごめん、これしかない。笑いすぎやろ、なんでそんな笑うの。あ、探したんだけどなかったから、はい、家にあるこれ持ってきた。そしたら爆笑。はい、あっつ、これうちわらしいよ。はい、お揃い。これこうやってつけてさ。はい。はい、じゃあ皆さん乾杯。最高でございます。美味しいです。ムーセン、ハマタンの大好物だけど、マイペーカー。甘いって。甘いヤムンセンなんてある？確かに唐辛子ゼロ。マタン好みはめっちゃ辛いのが好きなの。天麻が好きなんだって。いただきます。よやピリ。え、最悪俺乾いてるんだけど。カッピカピ、ちょっと無理。なんか目に飛んだんだけど汁が。いろいろ事故ってる私。笑いすぎ。もう席を取れたから無敵だよ。あ、本当にめっちゃ混んでてびっくりなんだけど、本当すごい人。そう、ここのね大フェス本当にいっぱいお店があるんだけど、本当ねどこもね待ち込み、大人気。本当に日本人最大好きだよ。マジで一番人気だと思う。いろんなフェスやっててさ。一応ねここのね代々木公園っていうところではいろんな国のフェスをねたくさんやってるんですけど、タイはマジで一番人気。なんでこんな人気っていうくらい本当に人気です。それだけタイが愛されてるってこと言えてない。それだけねタイが愛されてるってことなんですよ。まあ嬉しいこと、私も嬉しいよ。ひき肉です。ひき肉です肉団子だって。いただきます。あ、おいしい。懐かしいの味。アロエマーです。おいしい。大好物。緑もりもり。辛いの食べられてご機嫌。ご機嫌。辛い。美味しい。最高。気分がいいです。私は今。はい、ということで私とハマタンは一杯ご飯を食べてイムレオでございます。じゃあねステージやってるからちょっとステージを見に行きたいな。今ステージの中に入りました。ステージ入場制限かかる時もあるそうなのでお気をつけください。はーい、ステージです。インスタグラムに投稿したのでもう一杯もらいにやってきちゃった。あははー、さっきは空いてたのにもうこんな熱ができてます。それじゃあ乾杯。めっちゃライムって感じ。黒ダークチェリーなんかのロゼのわかんない。未知だね。結構未知な味。はい、そして私はねシーハーのところでこれゲットした。どう、かわいくない？なんかストーリーでね投稿したらもらえました。イエーイ。やばい、いつものやつ取らなきゃだ。いつものやつを取ります。サーディーカーチャンマイティータイフェスバーサーディーカーてか大変ありがたいことにお声がけいただきありがとうございます。私はこんな酔っ払いですがちゃんと自覚あるので皆さんの顔覚えてます。ありがとうございます。覚えてるよ。みんなの顔覚えてるよ。全員覚えてます。覚えてますから大丈夫です。タイのエンタメ。今大人気のタイのエンタメです。日本人の中でこのタイのエンタメっていうのが超流行ってるのでね、こういうのね、タイ沼って言うんだって。タイ沼覚えてね大使館さんのインスタフォローしたらもらいました。かわいい。皆さんもう今ね1時なんですけれども、はい、すごい人です。やばい。あもうやばいかもいけないかも。はい、ということでですね、なんとネットがなくなっちゃいました。やばくない？電波がつながんないの。ほんとやばい。電波がつながらないぐらいね、すごい人ってことなんですよ。まあね、タイ人気が年々上がってるということで、それはすごいポジティブなことでしょう。みんな一緒にタイに行こう。みんなタイに行こう。タイに行こう一緒にタイに行こう。タイに行こう見て、すごい人じゃない？これ本当にタイ人気がえぐいです。あ、カッパンカーもらいました。はい、ということでね、さっきフォロワーさんにお会いすることができました。お写真も撮っていただきありがとうございますね。すっごい優しくて、飲み物いただきました。ありがとうございます。これを飲みながら私は頑張って帰ります。でね、他にもたくさんお声掛けいただいて本当にありがとうございます。はい、こっちの奥の方までブースがあります。タイの野菜とかが売ってます。なんとびっくり、タイパンツは1着3000円ぐらいしまして、お高い。でも 1本1600円だって。わお。やっぱね、全てさ、タイから持ってきてもらってるものなのでね、お値段はちょっとお高いですね。はい、タイマッサージが受けられるそうです。10分1000円だっていいね、タイマッサ。はい、ステージはこんな感じになってます。でね、すごいのがこのでっかい地図です。ブースがいっぱいブースがあるのでね、行きたいところ目星つけていくと良いでしょう。本当に大きいです。はい、ということで、すごいタイフェスです。このタイフェスはね、東京は明日も行われているので、ぜひ来てみてください。もう午前中から来るのがおすすめです。で、あとまた来週もね、名古屋とかでも開催するので、ね、名古屋めっちゃ行きたい。ぜひ行ってみてください。で、私の動画は今日本にいるじゃんって感じなんですけれども、いえいえいえ違います。まだまだタイ旅行いっぱい残っているので、これから私をタイ各地を旅していく動画が流れます。皆さん、そちらどうぞお楽しみにください。それじゃあね、バイバイ。